車止ダイナモとは、自動車の馬力や燃費を測定する装置のことである。測定方式には大きく分けて2種類あり、ローラーの上に、車のタイヤを乗せて運転する、車止ダイナモメータ方式、タイヤを外してその横に装置をつけて運転する、車軸直結方式がある。サーブ96の下にある装置が車止ダイナモメータ。 車子シシダイナモメータは20世紀初頭に誕生して以来、日本では10.15モードや JC08 モード、欧州では、ネドック、アメリカ合衆国でのアメリカ合衆国環境、保護庁で定められた各種モードは、すべて車シ子シダイナモを用いて、燃費を調べている。構造としては、フリーローラとダイナモメータに連携させたロードローラが、組み合わさることで、荷重や摩擦係数を変えられ、 実際の走行条件に近づけることができる。また最近では四輪駆動に対応した車ダイナモも開発されており、それに伴う基準を作成している。車ダイチューイング用語デジタル自転株式会社ディーズ クラブハット AB ュ主イナモメータを20億14003万 8039HTTP、ah, コロンスラッシュスラッシュ www.horiba.com スラッシュ uploads スラッシュメディアスラッシュ r340601PDF 社ダイナモメータによる車両試験カタログ燃費と人燃費の差をなくせ。欧州が 燃費計測の世界標準策定に動く2012年6月28日、モノイスト公益財団法人日本自動車、輸送技術協会 4WD 車次第なモメータとは、ありがとうございます。